はようございます。7月28日火曜日、 AM テクニカル分析です。フォレックス TV ジャパンの岡田紀子がお送りします。朝のこの時間はチャートを使ったテクニカル分析で、前日の値動きの復習と今日の東京マーケットの動きを予測します。それではアセンダントの山中さん、よろしくお願いいたします。おはようございます。昨日東京市場は株価が強いスタートを切ったことをきっかけに、為替市場の方ではドル円クロス円での、円売りが目立つ動きとなりました。その海外市場でも円安時代が継続し、ドル円ユーロ円ともに先週木曜日の高値を超え、一時それぞれドル円が95円の39銭、ユーロ円も136円の11銭をつける動きとなりました。ニューヨーク市場に入ってからは新築住宅販売の結果が予想よりも良かったということをきっかけに、ユーロドルでのドル買い、ユーロ売りの動きとなり、日にかけてユーロ円がやや調整、ドル円はドル高値圏のまま推移してのクローズとなっています。それではいつも通りドル円のチャートをご覧ください。ドル円95円台に乗せてのクローズとなったことで、引き続き円安試合継続の流れとなっているかと思います。しかし、まあ本日、昨日といった、まあこの週初の水準よりは週末、特に金曜日の終値でもって、95円台半ばを抜けてくるかどうかという点が、まあ時間的にも価格的にも非常にまあ重要で、今後の円安が続くかどうかを考える上で重要なポイントになってくるかと思います。そういった意味では、まあ週後半の動きにより一層の注意を払う必要があるというふうに見ていますけれども、まあ本日自体を考えますと、昨日の流れを受けて、引き続き、ドル円底堅い展開が予想されるかと思います。サポートとしては昨日の揉み合いの、水準だった、まあ、94円の80銭レベルをサポートに、一方上値、レジスタンスの方は95円の60銭と、95円半ばを、まあ、一旦トライする流れを考えたいと思います。以上です。山中さん、ありがとうございました。以上、AM テクニカル分析を終わります。次の放送は午後の FX フラッシュです。フォレックス TV ジャパンの岡田紀子がお送りしました。